こんにちは、ポコチンです。今日は非常にリクエストの多いデックスイッチについてのお話でございます。デックスイッチって何なのっていうと、今使っているデックを例えば仕掛け付きのトランプにすり替えたい時とか、システムが組まれている、今までサイステビンスとかね解説してると思うんですけど、そのデックにすり替えたいよっていう時に使われる、まあ、テクニックです。まあ、超高等テクニックにはなってくるんですけども、テクニカルなもの、例えば僕も昔はオムニデックっていうのをよくやってましたので、オムニデックっていうのもまあデックスイッチですね。デックに変えるっていうわけではないんだけど、デックスイッチです。それはお客様の目の前で行うタイプのものもあれば、まあ、見えない状態でね、行うものから、いろんなタイプのものがあるわけです。で、YouTube ではまだね、アイディア一つ二つはお話したことあると思うんですけれども、まあ、具体的なやり方で解説してなくて、まあ、ちょっと有料になっちゃうんだけど、僕の別の方ではなんか何パターンかね、解説してるんですけど、結構ね、まあ、いろんな人が研究しているジャンルですね、デックスイッチっていうのは。で、ここではいくつかの、まあ、ちょっと何解説かって今決めてはないんだけど、例えばこういうアイデアありますよっていうのをいくつかお話しするのと、まあ、ヒントになるようなね、ことをお話しできればと思います。これから解説するのかって言われると、まあ、ちょっとわかんないんだけど、例えばデックバニッシュ、デックが消える方は解説するつもりあるので、例えば消えてね、消えちゃったから新しいのとか言って、まあ、スイッチする。例えばこれも、まあ、デックスイッチじゃん、デックスイッチですよね。例えば今まで YouTube で解説したのは、まあ、デックをあらかじめカバンの中かどっかに入れときます。別のデックをね。で、ノーマルデックだったり、混ぜられてもいいデックだったりね。まあそういうのでいろいろマジックしました。終わります。結局お客様が満足するギリギリ手前で、もう満足しきっちゃうと、まあ、リピートされづらいかなっていうのが、まあ、あると思うんで、ギリギリ手前ぐらいでやめるのがいいと思うんで、まあ、ギリギリ手前、それかむしろもっと全然前で、まあ、やめます。まあ、そうすると、まあ、アンコール来るわけですね。カバンに入れちゃうわけで、ありがとうございました、みたいなね。もう一個ぐらい見せてよ。マジックやってる皆さん、そういう経験めちゃくちゃあると思います。もう一個なんかないの?みたいな。そこで、別のデックをカバンから取ってくる。これはもうほんと奇跡ですね。もう一個ないの?って言ってから出してきてます。あ、さっきと同じデックだなっていうことですよね。こちらから振っちゃダメだよ。もう一個見るみたいな。そしたら、あ、なんかもしかしたらすり替えたかもしれないなっていう推測できちゃうかもしれないですけど、向こうから言われた場合にね、あ、じゃあ一個だけやりましょうか最後にみたいな感じだったら、もうデックスイッチしてるなんてのは全く思われないので、まあ、これが最も簡単だし、最もまあおすすめできるような方法だと思います。ただアンコール来ない場合もあると思いますし、あのアンコールネタっていうのはね、必ず取っといた方がいいと思いますので、まあ、そういう場合には使えるってことで、まあ、必ず使えるものではないですね。例えば他に考えられるものとしては、例えばカードを当てるじゃないですか。1枚当てるときに1枚出してすり替えたりしないように残りはケースにしまっときますって、まあ、スーツの中に入れちゃう。で、デックスイッチするってことですね。スーツの中にまず入れちゃいます。もうすり替えません。選んだカードは何ですかって聞いて、じゃん、当てます。で、これが例えばフォースカードだとしたら、スイッチした時にもあのこのカードを抜くことができます。で、このカード例えばプレゼントしちゃうことも可能ですけれども、まあ同じカードが含まれている可能性があるよっていうことですね、スイッチした場合に。だからスイッチした時にどんなマジックやるかっていうのは結構重要だったですよね。ブランクフェイスにしちゃう、あの真っ白のカードにしちゃうんだったら全然問題ないですね。だからこう当てた時に、当て拍手ぐらいの時に、まあ、さりげなく出してくるってことですね。まず、あたかもしまってないかのように思わせる必要があるんで、しまいますなんてことは言わない。ケースの中にはしまった。で、ここ持ってるのは明らかにして、ちなみに何ですか?めくるために、例えば、しまったような印象付け。で、また使いますとかじゃなくて、見たら、ああ、ずっと持ってたデックだ。まあ、そういうふうに印象を与えることもできます。で、これと似たような方法で、まあ、よく使われるっていうか、まあ、僕はよくやってたのか、まあ、結構いろんな人がやってる、これ、ものだと思うんですけど、選ばれました、残りは使いません、デック投げちゃうですね。もう後ろに放っちゃう。それから、ポンピャーってね、お客様に向かって、ギャーとか言ってね、かけて、ね、攻撃しちゃうとかね、まあ、いろいろあるわけなんですけど、投げちゃって、当たりましたってね。一旦もうなんかデックスイッチ、もしかしたらこれはあんまいいものではないですよ。もしかしたらこれ次仕掛けのやつ出したんじゃないかなって思われる可能性ありますので、だからそれまでにガチッと心を掴んでる必要はあるんですけど、でそうやって、まあ、デックを交換しても、まあ、問題はないっていうことで、
一番ダメなのは何かっていうと、マジックごとにしまって、ちょっと待てとか言ってね、まあ、どっかのね、ハワイでの動画で見たんだけど、ちょっと待てとか言って、しまって新しいの、ちょっと待て。これ一番やっちゃダメ。これは何かっていうと、あ、そのトランプに仕掛けがある。あ、このトランプじゃないとこのマジックできないんですねって、これ思わせてるのと、まあ、同じことなんで、これは絶対に NG。で、トランプ交換する理由付けがちゃんとあれば、例えば、このトランプって特殊なんです。例えばパラパラ漫画が見れるようになっててとか、なんかの理由付けがあったらいいんだけど、ちょっと待てとか言ってね、デックをマジックごとに変えると、これ絶対にやってはいけない。ことの一つですので、まあ、ご注意ください。で、例えば、まあ、一個ヒントとしては、ジャケット着てるじゃないですか。で、マジック中左手でデックを持ってたしますね。だいたいディーリングポジション左手を持ちますね、まあ、右手にね、デックがあったとしますね。もう一個ね、ポケットに、まあ、20秒ぐらいポケット突っ込みながら喋って、例えば右から出して、まあどのくらいの人が気づくのかなっていうのが結構一番定番なデックスイッチ。このタイミングを、まあ、どの部分で、まあ、マジック中に行うことが多いんですけれども、マジック中に行って次のマジックのために、先ほども同じですよね。トランプ捨てたりとトランプしまったりっていうのは次のマジックへ向けて準備してる。だからデックスイッチっていうのは前段階で、まあ、やっておくのがもしかしたらいいのかもしれませんね。で、こういう感じでまずはアンコール待つとかでいいと思いますし、どうなんでしょうね、どういう意図でデックスイッチを使いたいかわからないですけど、例えばもう全然こそこそね、例えば1枚選んでくださいって選んでもらって、まあ、ここにデックあったとして、じゃあ僕後ろ向いてるんで、皆さんで見て覚えてください、もうここで別にね、すり替えちゃっても何ら問題ないわけだし、あ、じゃあ見ないでください、ポケットの中にね入れちゃったとしても全然問題ないわけなんで、まあ、いかようにも考えることができますね。で、難しいとしたら目の前で行う、まあ、スライハンド的なデックスイッチってのも、まあ、たくさん あってね、まあ、今後紹介するかちょっとわからないんですけれども、まあ、そういった感じで、まあ、こういうアイデア、まずはこういったところから、例えばどうしてもこのギミックのデックが使いたいとかね、いろんなアイデアあると思います。一度デックをしまわなきゃいけないアイデアとか、しまわなきゃいけない理由付けっていうのは考えられると思いますので、まずはそこからデックスイッチっていうのを、まあ、練習っていうか勉強やってみて、で、ギミックも試したいとのは思いますので、試したいとね。例えばこのギミックデックは、こんな感じで受けるんだ、こんな感じでね。まあ、そういった感じでやっていくのはいいのかなと思います。で、やっちゃダメなのは、一個一個変えていくのだよっていう感じで、まあ、ぜひね、どなたかとかの、まあ、ヒントになれば、まあ、マジック詳しい人はね、まあ、そんなのは知っとるわ、ぐらいのね、思ってるかもしれませんけれども、誰かの参考になっていればと思います。以上、ポコチン TV でした。